アラミさん、こんにちは。アカンですよ。で、皆さん、チームタウンには所属してますでしょうか？僕のチームは B リーグなんですけども、まあ、このリーグがね、高ければ高いほどいいことがありまして、まあ、こちら見ていただいたらわかる通りですね。まあ、シーズンポイントもね、A リーグやったら1000もらえて、B リーグやったら800、C リーグやったら600みたいな感じで、まあ、リーグによってね、これシーズンポイントもらえる量が変わったりとか、あとガチャップの量とかも変わってくるんで、極力ね、いいリーグにいた方がいいわけなんですよ。ただまあ、これを上げるためにはですね、このチームみんなのね、協力がいってですね、僕の今、おるチームの場合であれば、まあ、B リーグにおるんですけど、ここに書いてる通り降格圏内で書いてるじゃないですか。なのでこのまま試合をしなければね、 C リーグに下がってもらえるガチャポとかシーズンポイントとか下がってしまうので結構やばかったりするんですけど、それを防ぐためにですね、このあのチームタウンシングルスとかダブルスとかあったりするんですけど、まあ、基本的にこれはダブルス行った方が勝った時にもらえる量も多く、負けた時に減る量も少ないんで、基本的にはダブルスの方がいいんですけど、僕ダブルスすごい下手くそなんでね、もうこの白手にノート見ていただいたらわかるんですけど、見て12回行って5回しか勝てないみたいな、そんな人なんで、ちょダブルスは無理すぎるよねってことは、僕はいつもチームタウンシングルス行ってるんですけど、これ見てくださいよ。結果まであと1日って書いてんのにやで、今これ160位でレートが4170で、これ降格圏内なんですよ。これで B リーグにね、保とうと思ったらどんだけのレートがいるかっていうと、4170からですね、ギリギリの今の状態で4461ということで、まあ、300以上上げていかなければならないわけですよ。しかもあと1日で、ということで今からですね、もうめちゃめちゃ頑張って上げていきたいなと思います。はい、というわけでやっていきましょうか。ということで、まあ相手はね、ナンバー78ということで、まあランカー3なんでね、勝てるかどうか全然わからないんですけど、まあキャラも結構強いんでやばい気がするんですけど、まあこれはね、自分のレートではなくチームのレートがかかってるんで、ぜひとも買っていきたいなと思うんですけど、いやこれルカミライになったらまだワンチャンあんねんけどな。もしちゃうキャラで来られた時はちょっと嫌や。ラインズマン2を来た時は本当に俺は嫌だね。まあ、一応中野ミクで頑張ってはいるんやけど、なんか有利さはそこまで感じれないんやな。まあ、一応いっぱい特殊状態開示できるから、まあ全然不利ではないんやけどさ。来る、よし。あれ SS 打ったのに俺、あーとりあえず打って割って、で、こっち来るから、あぶね。ちょっと思ってるスイングが狭いっていうね。ちょっとやばいね。いや、これ失点したらだいぶやらかしてる気がするな。よいしょ。いや、まあまあ。相手一応ドリンクは取ったけど、ルカで来るっていうことか。うわ、邪魔邪魔すぎる位置の、このね、きらめきスター。ほんで、ちょっとラグめ。ちょっとなんか、相手の球がよく分かれへん。やば、ラケット落としじゃん。これ陣割ったら終わりのやつな。やっば、危な触りかけた。いやでもこれ触って陣で取ってもよかったな。まあまあまあ、どっちでもいいな。よいしょ、よいしょ。やばいって。いや、まあ MVP すれば下方修正来たけど、全然強さ変わらんから、ちょっとガチして。いやマジ今の抜けたと思ったんやけどな。もうドリンク多いなお前。あらっけらっけ、よし。あやもうないやろそれ。オッケー。ほんで相手が体力黄色になったらまた満タンになるっていうのはあるんやけど、まあそれを阻止することができたと。いいねいいね。はい、誰で来る？いや、まあルカで来るよね。まあ俺の方が今有利やからね、点数的にも勝ってるし。ほんで俺の方がずっとルカ出してるから、オンザラインショットも打てるっていうね。相手も打てるんかな、2回目で。ちょっと分からんけど。てか相手で SS の飛んでくるタイミングが一切把握できへん今。やば、ちょ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 、見えない。え、ガチ暗闇嫌やな。うわー、飛んできたそのさ、ずっと同じキャラで来てる時やったら予想できんねんけどさ、ちゃうキャラ挟まれたらちょっと狂うねんな。しかもちゃうキャラで SS なんか打たれようもんならさ、もっと分かれへんわ。ほんでまたドリンク確保しに行った。やめてー。いや MVP セレナがアイテムマスターとか持っててさ、 GS2 回打てるとかいう制度やったらマジ終わってたよな。もうそうだったらもう勝ち目なかったよな。いやほんまそんな、え、でもワンチャン新規転生が、まあ、2年後とかに来た時やったらありえるんか。全然ありえるやな、来る可能性はあると思うから。いや、セレナが新規転生来るような時代ってどうなってんねやろな。いいね、今の速度、まあ、割と良かったんちゃう。よいしょ、やばいやばいやばい。あともうちょいで相手 SS 温度飛んでくる。まあ、まだあと2打球はあるかな。多分2打球は猶予あると思うねんけど、やば。いや、次来る、次来るんだよこれな。あー、分からへん。しかもめっちゃ邪魔これ。あ、じゃあ、こっち走ろう。はい。運でしかない。一回スマッシュ挟んで、わ、でも俺特徴で切れてるからな。SS 飛んでくるタイミングがバレてしまってるのは痛いな。よいしょ。うわ、マジ？それはやらかしている。いや、あかんって、それはマジでマジで。マジで頼むって。きちいって。あ、いいね、抜けていいよ。はいはい。いや、相手まだ飛んでこい。まだ飛んでこうへんねんけど。よいしょ。やっば、お前、おい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 、それは違うだろう。
いやあかんって、それはほんまにあかんって。だって相手の方が先エッセンスたまんねんね。っていうことは俺はオンザラエッセンスを取らなければいけないっていうことを示すんだよ。それは分かってるか、やばいって。くるくる、オンザくる、オンザくる、取れたー。あ、抜けた。めっちゃうまいやんこの人、陣抜け最強やな。めっちゃ追ってくるやん。まあ実は今2日目なんですけど、まあ、結構レート上げて200ぐらいね、今んとこ上げたんですよ。ここにバーって今までの戦力をね、ここにバーって出したいなと思うんやけど、勝率もそこまで悪くなくて、まあ、ある程度上げてきて、で仲間も、仲間というか同じチームの人も何歩か上げてるんで、あの俺が上げた分全てが反映されてるってわけではないんやけど、まあ今はこんな感じです。マイナス13か、まあまあ許容範囲でしょう。もうひどい時なんかマイナス30ぐらい食らう時あるからね。30はないんかな、26は絶対あんねんけど、はい。まあ、やばい感じになると。で、今、4364ということで、まあ、目指すはね、4470ぐらいって感じなんで、あと100なんで、まあ、今からもまた頑張っていきたいなと思います。ちょっとみんな聞いてほしいねんけど、さっきさ、試合勝ったのに1ももらわれへんくて、順位が下がるっていうね。まあ、チームタウンシングルスってよくあることではあるんやけどさ、やっぱちょっと悲しくなるよね。せめてタワーみたいに1ぐらい上げてくれたらいいのになとか思うねんけど、あれもし負け取ったらどんだけレース下がってたんかなって考えてすごい恐ろしいですよね。ほんで普通に接戦したよね、さっきの相手。だから、いやマジで危なかった。これあの、強さとか関係なしに、まああのタワーも同じようなことではあるんやけどさ、このどんだけチームタウンシングルスに行ってどんだけ勝ってるかでそのレートが変わってくるわけよ。なのでまあいくらランカーであっても1試合もしてなかったらね、その人に負けた途端でえげつないぐらいレートを持っていかれるわけですよ。もうそんなんやってられないですよね、ほんま。ちょっとやめてほしいんですけど。まあまあそれはしょうがないけど、ほんまに勝った時に1も増えへんのはガチでやめてほしいなとは思う。しかもまあダブルスやったら負けてもそこまで下がらん、まああのめっちゃ下がってるの見たことあるんやけど、まあ基本的にシングルスの方が負けた時に、まあ、下がる量っていうのは多かったりするんですよ。なのでちょっとなーって感じなんですよね、シングルス勢からすると。まあまあまあダブルス勢が輝けるバーと考えれば全然いいと思うんですけど、あれ相手は何どういう今空振ったの、それとも球が謎に跳ねなかったの、ちょっといまいち見てなかったからわからんねんけど、よいしょ。まあ、リリカね、顔修正されたからこれオンザライン抜けてまうようになったからな。え、どうしたん、何何、相手はミスってんの、それともなんかバグってもうてんの。ちょ、わからんけど、まあまあまあハードコートはこんな感じで、まあもうすぐねグラスコートになるんで、グラスコートで昇格圏内まで上り詰めていきたいなと思います。ちなみに今ははいプラス6で4476、俺のね目標まで行ったんですけど、実はこれまだねあれなんですよ、昇格圏内じゃなくて今日になってちょっとだけレートまた上がって、まあ最終日っていうのもあるんですけど、まあそれでですね、今のレートというか今の上がるギリ残るレートが4508なんで、まあここを目指してね今からまたグラスコートでやっていきたいなと思います。あーもう無理。グラスコートでこんな落ちたの2回目やわ。さっきフェネッカと戦ってもねマイナス25ぐらいして、ほんでまたマイナス27とかして、もうさ勝っても6ぐらいしかもらわれへんのに、ちょっとやってられへんわってなってるナウです。はい、途中経過です。はい、というわけで多分ねこれが最後の試合になるんじゃないかなと思ってます。なぜならね、先ほど、まあ、4509という数字を叩き出してですね、あと1で残留圏内という感じになってるんで、これ勝ったらね、まあ、多分1はもらえるかなと思うんで、まあ、0の可能性もなきにしもあらずなんですけども、まあ、これに勝てばですね、もう念願の残留圏内ということで頑張っていきたいなと思います。まあ、グラスコートあんまりね勝率が良くなかったんですけども、まあ、やっぱクレーコートはね僕ルカ持ってるんで、まあ、ルカとこの中野ミクとシャルの組み合わせが結構俺的には使いやすくて、今んとこ負けてないんですよ、この2回目のクレーコートはね。で今5連勝して、しかも結構強い人にも当たったっぽくて、なんか勝って20とかもらえたやつもあったんですよ。だから合計で今50ちょいぐらい上がったんですね、今35分ぐらい、クレーコート始まってから30分ぐらい経ってるんですけど、なのでもうこれはねもう来たんじゃないかなと思ってるんですけど、この間ちょっとあれかもしれない、そこまで強くない説は若干あるから、ゼロ説はあるかもせえへんねんけど、まあ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 、相手が空振ってるのはどういうことなのかな、シンプルに球が速くて取れないのか、それともちょっと端末が固まっているのかちょっとよくわからないんですけれども、よいしょ。ほんで対決ルカちょっと枯れんな、なんか
ラインズマンルーシ相手ギガスループス持たしてるから結構ダメージ入るんですけど、まあ、ルカってねスタミナ消費カットすごいんで、まあ、あまり枯れないんでね、俺はいつもこの子で言ってるんですけど、まあ、無理な時もたまにはあるんでね、まあ、そういう時はチャーキャラで行ったりもするんですけど、基本的にはルカで行ってるって感じですかね。たまにルーシ来てなんか3人とも枯れる時みたいなってびっくりするような、うわやめてそんな相手ギアチャージでさ、これ得意状態ループしちゃうやつやん。それまでにちょっとガンズベボレーで決めちゃわなあかんな。まあまあイモってオンザライン SS 抜いてもいいねんけど、よいしょ。でもジンがないからちょっとイモらして今ジンがないとちょっと心配だよ、さすがに。あんな速い球ボレーエリアで抜けてもうたら、いやいやちょっとなんかやめてやそういうの、ちょきちいきちい、マジできついって。ちょっと守備的に戦うから、いやえいくちょっと待ってよいやこの人うまいじゃん、やばいな。まあ、ギガスループスってね、ストローク値が上がるからダメージ上がるんですけど、ストローク値だけじゃなくてテクニック値も結構上がるって形になってるんで、アウトもしにくいってことになってるんですよ。だから結構いい感じの球打ってるんですよね。いいですよねあれ。あれまだオンズじゃない、危ねえ。いやこの春のギミック普通にエグいんよな。 SS 打てなくなるんがマジでいかついんやけど、まあ、俺はここら辺で妹とけばいけらず、うおーめっちゃ流される、アウトやろそれ勝ったぜ、これは来たでしょ。いやこれはもう残留圏内に入ってないと俺はもういけないよ。はいはい、プラス4、よし。はい、しかも111位ということでポッキーの日ですよ。まあポッキーの日ではないんですけどやったやっとや。一人でさっき計算したら220ぐらい上がっとって、クレイコード始まる前ね。そっからまあ今プラス4とかしたから多分60ぐらい上がったんや。だから合計で、まあ、280ぐらい、まあ、一人で上げれる限界って大体300ぐらいって言われてるから、俺はもういけないかなっていう感じですね。でギリギリの値が4511になってるんで、これ多分また抜かされるかなと思うんですけど、まあ誰か頑張ってくれると僕は信じてるんで、僕はこの辺で終わりたいなと思います。あ、無事ほんまにここに持ってくれたのはでかかったですね。ということで、まあ、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。